スパランドホテル内藤。9種類のお風呂とサウナが使い放題の健康ランド、素泊まり5000円。山梨県笛吹市で伊佐は健康ランドと並んで大きな健康ランド併設のホテルスパランドホテル内藤に宿泊してきました。健康ランド併設のホテルの魅力は温浴施設やサウナが充実しているのはもちろん、価格もリーズナブルなのが魅力なんですよね。ホテル外観。駐車場は車でびっしり、人気の健康ランドだとわかる。かつて祖国際秘宝館だったドンキホテがホテルの隣にあり、ここに訪れるのを楽しみにしていたのだが、閉館していた。近場のスーパーオギノで夕食を購入。いざホテルへ。下駄箱で靴を脱ぐ。フロント。オーガニックカフェナチュールでウェルカムドリンクがもらえる。オーガニックデトックスを選択した。タメニュー。リラクゼーションの受付。アルコール自販機。マッサージ機。レストラン会、朝食バイキング会場となっている。ゲームセンター。ソファールーム。喫煙所。床屋。キッズエリア。売店。居酒屋学。このホテルには5つの食事どころがある。レンタルルーム。このホテルは滞在の形式も多種多様を選べる。麻雀ルーム1時間1000円。そろそろ部屋に行きましょう。廊下はリフォームされていて綺麗。ドアオープン。最安値の部屋。バス、洗面台、エチケットルーム。タオル。館内着。旅スリッパがないので便利。テレビインフォメーション。大浴場は1時から5時まで閉鎖。お茶、温水ポット、冷蔵庫、ドライヤー。夕食は荻野で購入した寿司。半額弁当はお得感がある。窓の外の景色。氷
小腹が空いたので食事処夢屋へ。料理メニュー。寿司食べたし炭水化物いらない、野菜炒めにした。ドリンクメニュー。煎茶、ほうじ茶、ビール到着。野菜炒め到着。七味たっぷりかけていただく野菜炒めはうまい。岩盤浴を利用するには別途500円必要。大浴場。タオルフリーが嬉しい。脱衣場。宿泊者用の脱衣ロッカー。赤すりタオル、歯ブラシ、カミソリ。ヒノキ風呂。水風呂。ワイン風呂。温水プール。ジャグジー。電気風呂。ジェットバス。ねえ。95度程度のドライサウナ、テレビあり。スチームサウナ。岩盤浴。露天風呂。岩風呂。薬草風呂。壺風呂、外気浴用椅子。朝食バイキング。大人1700円、飛び入り参加も可能。トマト、チーズ、ドレッシング、サラダ。山梨県上野原市の郷土料理セイダの玉子、かぼちゃ、たけのこの煮じめ、シューマイ、麻婆豆腐、ほうとう。ライブキッチン山梨県産日の光を使用したおにぎりとたくあん。スクランブルエッグ、ウインナー、焼きサバ、焼きそば、エビカツ、タルタルソース。牛乳、コーンフレーク、お茶漬けのだし、お茶漬けの具材。ご飯、味噌汁。パン、蜂蜜、ジャム、あんバター、バター、ピーナッツバター。ポタージュ。
納豆、味付け海苔、ケチャップ。デザート、パイナップル、ライチ、フルーツカクテル、オレンジ、ヨーグルト。ドリンク、煎茶、ほうじ茶、冷水、お湯、紅茶。コーヒー、ジュースサーバー。氷、リンゴ酢、アーモンドミルク。ほどなくして会場もヒートアップ。こんな感じに盛りました。新安プレゼンツ、スパホテル内藤、朝食バイキング、おすすめ料理。1、ポート伊沢のホテルの朝食、バイキングでは、これが出るのが定番。2、カレー、具沢山でうまい。3、エビカツ、タルタルソースとの相性抜群。4、納豆とろろご飯、納豆ととろろの相性抜群。5、聖田の玉路、山梨県上野原市の郷土料理。6、クロワッサン、サクッとしている。7、焼きそば、味が濃い。8、サラダ、シャキシャキしている。チェックアウト。前回宿泊したのが9年前、その当時に比べ館内は劣化したかと思いきや、リフォームされて、館内は新品ホテル同様、綺麗に生まれ変わっていた。朝食バイキングは以前は1000円から1700円に大幅値上げ、9年という歳月はこの価格上昇からずっしり感じる。総じて素泊まり5000円という価格を考えると、総じておすすめのホテルですね。